はい、ボス CS3、コンプレッションサスティナー第3世代で、86年にリリースされた後、現在まで続くロングセラーモデルとなった、現在も、ロングセラーとして発売されている商品です。前作の CS2 から、コントロールに、レベルが追加されたことによって全体のボリュームの調整、レベルトーンが追加されたことによって、EQ 的な使い方ができるようになったというところが大きな特徴です。あとはですね、全体的にやっぱりローノイズ化がかなり進んだことによって、コンプレッションサスティナーって本来非常に、そもそもノイズが乗りやすいエフェクターではあるんですけども、かなりそのノイズ対策が施されたことによって、歪み系のエフェクターとの併用が比較的容易になったと。どうしてもそのコンプと歪みを足すというのはノイズの問題が常につきまとうわけなんですが、CS3 が、ノイズに対してかなり処理を施されたことによって歪みと合わせて使いやすくなったというところが特徴として挙げられると思います。そのあたりも、時代のニーズ的にですね、本来のその夫の粒立ちを揃えるという目的から徐々にこうもっとより踏み込んだソロとかでサスティンを稼ぐために使うとかっていう使い方が、多くなってきたのも、背景にあるんではないかなというふうに思います。はい、ではインプレッションお願いします。はい、そうですね、やっぱノイズもすごく減ってるというか、はい、ほとんどないですし、はい、クリーンのカッティングから、ドライブサウンドとか、リードサウンドにも全然使える、はい、もうかなり完成形じゃないですけど、3個目になりますからね。そうですね。過去のいろいろな経験をもとに、はい、もうなんていうんですかね、思い通りの、はい、サスティナーとコンプレッションが、はい、出来上がってるような感じがしますね。そうですね。はい。はい、で、あえて、今回は導入のところも歪みの、オーバードライブ、ボスの OD3 を一緒に使った形で、お届けしたわけですけども、もちろん、クリーンでも使うことができますので、ちょっとクリーントーンの音を少し聞いてもらいましょうか。はい。EQ が、ロー側トーン、EQ というかトーンですね、ハイとローの、EQ がついたことによって、結構そのマイルドなカッティングから結構アタックを効かしたカッティング系までですね、そこでかなり音のコントロールができるのもポイントとなっています。はい、じゃあトーンをちょっとハイに寄せていきます。はい、かなりブライトな感じになりますね。そうですね。はい、じゃあローに寄せてみます。はい、こっちにすると結構パコッとした感じになって、オールドライクな、伝統的なコンプレッションの音っていう雰囲気にちょっと近くなるかなと思いますね。はい、はい、では、好みのセッティングで、歪みも、入れたりしながらですね、もう少し弾いていただければと思います。はい、じゃあそうですね、このままでいこうかな。はい。